こちらも登場しております。いろんな商品の売り上げベスト10みたいなのを出すと、もう上位にこのカップ付きインナーが入ってくるぐらい、やっぱりこういった感じのものになってるわけですね。こちらメンズのものを紹介します。皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサリーです。今日ご紹介するのはこちら、じゃじゃん。実は今期春夏からワークマンでは女性用の、まあ男性もなんですけども、下着に本格参入ということで、すごくねさらっとして気持ちいいカップ付きのインナー980円であるとか、あとはシームレスで縫い目がない、499円の、ね、下着であるとか、もうその他いろいろご用意しましたので、こちら詳しく紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけでまずは新呼吸するインナーというものから紹介していきたいと思います。春夏からの新作商品ということになっております。でもお店にもたくさん入っておりまして、ショッピングモール店のワークマン女子とかはもちろん、路面店のワークマンでも多数販売がされている商品になります。今期めちゃくちゃ売れているそうです。でまずこの新呼吸するインナーシリーズ、かなりいろいろな種類が出ております。例えばなんですが、インナータンクトップであったり、あとはカップ付きのタンクトップ、あとねこれはキャミソールもあります。キャミソールのタイプと、あとカップ付きでキャミソールが付いているタイプ、そしてペチコート、そして半袖の U ネックシャツがレディースでは出ております。で開けてみますが、後でメンズでは、こういうね半袖タイプのものが2着入ってなんと980円とめっちゃ安くなっております。でこの深呼吸するインナー、どんな時にいいかというと、やっぱり春夏にすごくいい生地で、汗を吸収して、しかもそれをさらっとすぐね乾燥させてくれる、そんな機能がついた、下着生地になってます。でちなみにこれね、生地がナイロン 75%、 キプラ 15%、 ポリウレタン 10% が、これカップ付きインナーの例なんですけど、ちょっと物によってそれが変わるんですけど、この入ってるキプラという素材がですね、非常に世界でなんと日本でしか生産されていない吸放湿素材ということで、まあ、蒸れにくいことから高級スーツの裏地なんかにも使われているといった素材が使われてます。で生地が汗を吸収し、空気中に放出する吸放湿の機能がついています。なので汗かいて、綿のね下着とか、綿の下着ってもう今あんまり大人の方って着ないかな、お子さんでね肌が弱い方着るかもしれないけど、やっぱベタベタして汗かくとずっと濡れたままで気持ち悪いなんていうことがないのが嬉しいですよね。だから男性の方でも、コットン の本当綿 100% の T シャツを直で素肌に直に着る方ってやっぱり濡れて気持ち悪いと思うので、そういう方はやっぱりこういった深呼吸するインナーを内側に着ることで、汗かいてもサラッとしたね素肌感を味わえるという感じになってます。でさらにこちらですが、高い接触冷感でひんやり、低摩擦で肌へ優しい滑らかさ、さらにストレッチで体の動きに馴染みますという感じになっております。実際ですね、生地こんな感じ、もうすごいすごいね、しなやかで滑らかでとろりとするようなすごくいい素材を使っております。これね、旭化成さんとね一緒に取り組んでいる商品になるんですが、本当にね生地感気持ちいいです。こうテロ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 っとするような感じで、はい。でちなみにこんなグラフがあるんですけれども、他の一般的なものと比べて、当社の従来品と比べまして、まあ、3.5 倍の吸湿性、そして 8.4 倍の放湿性があるといったグラフも表示されております。じゃあ実際ちょっと見ていきましょう。ちょっとね今ね手元にキャミソール型のカップなしが今ないんですが、基本的に生地は似たようなものを使っている深呼吸シリーズなので、生地はねこういう感じで、カップなしのタイプは780円です。ちょっとこちらに写真出します。はい。でカップなしのキャミソールタイプと、タンクトップタイプがございます。780円。でこちらはカップがなんとついております。内側にカップがついているので、わざわざブラを別に
使わなくていい。でも逆になんかブラは結構個人によってこだわりがあって、やっぱすごく綺麗に見せたいとか、ここのメーカーのこれじゃないと私は合わないっていう人もいると思うんで、そういう方はそういうブラをつけてもらって、カップがついてないものを上にさらっと着てもらうのもよしで、私は結構ね形にこだわりがないんですよ。まあなんか着てて苦しくなくて、それなりにしっかりホールドしてくれて苦しくなくて肌に当たっても痛くないとか、なんかそういう感じであればいいなと思って、私は割とねブラカップがついているタイプが好きなんですよね。ただ今結構このシリーズもどんどん値上がりをしていて、いろんなメーカーさんでもちろんあの出してますけども、結構2200円とか高くなってますよね。それがワークマンカップ付きでなんと980円でございます。安すぎる、安い。これよくねこの値段で出せたなという感じで、これちょっとじゃあひっくり返してみましょうか。これひっくり返すとで、ショッピングモール店とかのワークマンではもうこのカップ付きインナーがいろんな商品の売り上げベスト10みたいなのを出すと、もう上位にこのカップ付きインナーが入ってくるぐらい、やっぱりね他のお買い物に来る皆さんもやっぱこれ安くないと思って買ってくださる方が多いということですね。これちょっと裏返してみました。中こんな感じで、このカップ自体も程よく厚みもあるけどペラペラでもない、非常に気持ちいい感じの程よい感じの厚さになっております。でここがまあ全体がここはゴムになっているわけですね。ゴムで支えられるという感じです。で私はまあこれはまだ下ろしてない新品の状態で、ね、札もついている感じになるんですけれども、私もこれね何度か着用している下着もあるんですが、もう長い着てるかな、もう結構もう 5,6 回ぐらい着てるカップ付きのタイプ使ってますが、別に980円だからといって生地がよれてくるとか、ここのゴムのところが緩んでくるってことは今のところ一切なく、全然普通に使えてて、むしろ本当にこれ980円で大丈夫かなといったぐらいに気に入って使っております。なんか売れてる理由がすごいわかるなという感じです。でここ最近は結構やっぱすごい汗ばむぐらい暑い日もあるんですが、やっぱこういうの着てるとさらりとしてて、なんか濡れて気持ち悪いなとか汗がなんかベタベタするっていうこともなく、やっぱこのねさらりとした汗を逃がしてくれるね生地感もすごいいいなと思ってます。あとこちらも開けてみましょう。こちらはですね深呼吸するインナーのペチコートでございます。ペチコート780円。私あんまり今まで生きてきた中でペチコートというものを使わずに来てしまったんですが、これ調べてみたらめちゃくちゃ使えるみたいで、こういった感じのものになってるわけですね。こうですね。で、これは中にラベルがなくって、ラベルが印刷されてるんだ、サイズとかこういうのが。これいいですよね。こういう風に印刷してあるとなんか肌にラベルが当たってチクチクとかもしないし、すごいいいね。でやっぱ生地感トロトロサラサラですごい気持ちよくって、これどういう時に履くかというと、やっぱりまあロングスカートとかスカート系履いた時にやっぱり中に1枚履いておくと透けたりであるとか、あとまあわかんないけどなんか駅の階段登る時とかいろんな時にまあちょっと女性のたしなみじゃないですけど1枚着ておくことの安心感であったり、あとまあ下着のラインがパンツ履いた時にこれを履くことでパンツのラインが出にくかったりであるとか、あとこれベージュとか特に履いてもらう、黒もあるのかな、でベージュを着てもらうと白いスカートとか白いパンツ履いた時にも目立ちにくい、ショーツのラインとか色がね出づらくって、たまにねちょっと私も試着室とかでさ白いパンツとか履いてちょっとギュッてしてみるとさ、あお尻のあたりなんかちょっと今日履いてる水玉が見えるとかさあるけど、こういうものをやっぱり1枚重ねることで外観の良さ、安心感、なんかスカートとかによってはすごく肌にまとわりつく、静電気とかでなんかまとわりつく感じのとかあるじゃないですか。そういったものをペチコートを履くことで軽減できるという良さもあるとのことです。めっちゃ使えるじゃんペチコート、1個しかないけどちょっと買い足そうかなこれ。というわけでペチコートでした。ペチコートも結構メーカーさんによってはもっと高いものも多いので、この780円で買えるのめっちゃお安いかなと思います。
はい、あとね、深呼吸するインナーシリーズにも今期ワークマンでは結構女性下着気合を入れてまして、こちらも登場しております。こちらですね、素肌ハーモニーハーフトップブラ、価格なんと980円です。安い。 UV カット、接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ性の機能がついていて、こちらはですね、素材はナイロン 80% のポリウレタン 20% ですね。こちらにはキュプラは素材として入ってはいないんですが、まあ、吸汗速乾機能はついているので、やはり夏とかにね、気持ちよく着られる一枚じゃないかなと思います。で、実際に私も、もうこれはタグついてる方ですけど、タグついてない方何回も利用、今つけてるのがもうまさにそうなんですけど、まあ正直、まあ、ちょっと私は胸がね、そんなにないタイプだし、すごく形をきれいに見せるという種類の、もうそもそもこういう形のものってそうじゃないですか。形をすごい重視する人ってやっぱこういうタイプじゃなくて、ワイヤーが入っているやっぱいわゆるザ・ブラっていう感じのものなんですけど、こういうカップ付きのインナーのこのゴムの部分で肌荒れしてしまう人にはめっちゃおすすめです。私も結構ね、背中の皮膚がすごく弱くてですね、ここのゴムでかぶれたりとかあるんですよ。で、痒くなっちゃって、結構背中がね、よくね、血まみれになっちゃったりするんだけど、今肌がね、荒れてない時はこれでも全然大丈夫なんだけど、最近ちょっと背中敏感、ね、結構ね、私ね、疲れとか溜まるとすぐ皮膚に出るので、そういう時はこっち使った方がいいんじゃないかなと思っております。で、これはいわゆる背中部分ゴムで留める感じじゃないんですよね。なんていうのかな、これでも伸縮性のある生地で、これ何、どうやって胸を支えてるのか、ここのゴムなのかな、あ、これここに多分前のここが圧着加工されてて、これによってちょっと胸を支えているっていう感じなのかな。で、これ横に切り込み入ってて、カップを取り出すことももちろんできます。洗濯するときに、これ私はめんどくさいから入れたまま洗濯しちゃうんですけど、ちょっとね、よれることはあるけど、まあここで整えてもらったり、あと人によっては気になる方は一回取り出してもらって洗濯するのもありかなとも思いますが、どちらでもいいんじゃないかなと思ってます。で、こちらもあれですね、ラベルなしでここに布にそのまま印刷されているので、タグがないので安心ですね。で、これね、すごいね、つけててすごい楽なんですよ。なんかそのゴムの当たる感触もないし、動きやすさもすごくあるし、まあ、ただやっぱりその結構体のラインがしっかり出るような女性らしいスタイルが好きな方は、まあこういうタイプよりはワイヤー入りとかのを着た方がいいんだけど、いや、基本的にちょっと肌が弱くて、でもあまり苦しいのつけたくなくて、でもしっかり胸はホールドしたいみたいな方にめちゃくちゃいいと思います。で、これ980円だからさ、これもちゃんとしたこういうメーカーさんで買うと、これ絶対980円じゃ買えないです。多分2000円より全然上ですね。前ちょっと私使ってたの2500円ぐらいだったのかな、もう使ってたりしたんですけども、これはこれでやっぱりすごくね、いいなというふうに感じてるので、で、まあ、こちらを使うときはこういったタンクトップ、深呼吸するインナーのタンクトップとかを重ねてもらうといいのかなと思います。はい、それに合わせてですね、こちらなんとワークマンからシームレスショーツが登場いたしました。こちら価格が499円、これも安いですね。まるで履いていないかのような自然な肌なじみというところで、 UV カット、接触冷感、吸汗速乾機能がついております。シームレスだから下着のラインが出づらいということで、これも嬉しいですよね。実際フォロワーさんの方でですね、インスタで DM くださった方が、どうしても普通の縫ってある下着だとチクチクしてかゆさが出ちゃうんですと、でもあのワークマンのこのシームレスショーツ履いてみたらすごくいい感じで気に入ってますっていうね、声を実際いただいてるので、あ、よかったなと思って、でちょっと開けてみましょう。これはちなみにナイロン75のポリウレタンが25という構成になっています。ちょっとね、私まだこれ着用してないので、ちょっと見た目だけので実際使った感覚はお教えできなくて申し訳ないんですが、お、生地感気持ちいい。あ、でももう本当に先ほどのブラと生地の感覚すごくよく似てますね。で、縫い目は一切ございません。こういう圧着の加工になっているので、まあ、チクチク感がより少ないので、
いいっていうのと、あとまあここの結構さ、メーカーさんによってここのマチの部分が狭いメーカーさんとかあるじゃない、結構狭いなとか。これね、割と標準または標準よりやや広めな印象がありますので、ちょっと安心感あるね。ちょっとね、やっぱねメーカーさんによってここの幅って結構様々だったりするので、やや広めがご希望の方はこれいいかなというふうに思います。で、特にこういうベージュの色を選んでいただくと肌に近い色なので、白いパンツであるとか白いスカートを履いても下着のラインだったり色も出にくかったりするので、使いやすいんじゃないかなと思います。あと旅行に行くときにやっぱり綿のコットンのショーツだと洗ったときなかなか乾かないんですよね。もう乾燥機入れないともう2日ぐらい干しててようやく乾くみたいな感じだけど、これだと多分化学繊維だから早めに乾くので、旅行先で長期の旅行でどうしてもちょっとホテルの部屋で軽く洗濯して干しておきたいなんていう場合は、こういう選んでもらうといいかなと思います。で、続いてもう一個ショーツ新しいの出てるんです。それがこちら、シルクミックスインナー、お肌にご褒美を、399円です。これさ、シルクがね、実は、素材がよくって、こちら素材がですね、レーヨンが 55%、 ポリエステル 30%、 絹、つまりシルクが 10%、 そしてポリウレタンが 5% 入っています。あのシルクが入った下着ってさ、すごいいいって言って、なんかね、あのできるだけ肌に触れるものをシルクにするといいって言って、あのシルクの靴下を履くと冷え性がなんかすごく良くなるとか、なんか毒を出してくれるみたいな、なんかそういうね、靴下5本指のシルク靴下の健康療法的なものが一時期流行ったかと思うんですけど、それは当然シルクの方が肌にいいよねっていう印象ありますよね。 10% とはいえ入ってて399円ってすごいね。さらにこれがテンセルが含まれています。まあ、テンセルはもうこうテンセルっていう名前で商標が取ってある機能性のある素材感なんですが、特に下着なんかで使われてテロテロとしたすごいね、肌なじみのいいとろみ感のある素材になってます。ちょっと開けてみましょう。はい、こちらでございます。あ、でもすごい生地感気持ちいい。これも私まだ実は試してないので、履き心地的にお伝えできないのが申し訳ないんですが、非常に気持ちがいいですね。なんか作りもしっかりしてるし、ペラペラっていうほどでもないよ。ちゃんと気持ちよさもあり、とろみ感もあり、程よい感じになっております。ちょっと先ほどのシームレスパンツとサイズ感比べてみましょうか。同じ L サイズですが、そうだね、下に合わせると気持ちこのぐらい上が長いのがこちらですね。股の感じとかどうかな。股の感じはほぼ同じか、気持ちシームレスショーツの方が幅は、股の間の幅はあるかなといった形になっております。いや、でもこれすごく触り心地もいいし、399円って何より買えるっていうのが嬉しいのもあって、これはこれですごく良さそうです。はい、そして最後に深呼吸するインナーの、こちらメンズのものを紹介します。メンズの U ネックのタイプと V ネックのタイプが出ておりまして、どちらも2枚組で980円、ちょっとレディースより安くてずるいなんてちょっと思ってしまうんですが、それがこういう感じの、はい、薄手です。薄手でかなりさらっとした生地感で、ちょっとレディースのとはすごくレディースより生地が薄くて、こう横にラインが入っている感じになってますね。で、これはもう夫の浜さんが最近もうずっと毎日着てますけど、やっぱサラリーとしてすごく気持ちがいいと。ただね、ちょっと洗濯とか浜さんに使った話を聞いていると、少しね爪とかが欠けてる時に触ったりするとちょっと引きつれやすい生地なので、ちょっと取り扱いは気をつけた方がいいかなって感じで、あとなんかね、ちょっとやっぱ擦れると布の部分が少しなんか擦れるんですよっていうところがあるので、レディースのものに比べて値段も安い分ちょっと生地感が違うので、少し洗濯するときは他のものと引っ掛けないように、なんかネットで入れたりした方がメンズのものはねいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、2枚セットで980円でちゃんと機能性で吸放湿性もあるっていうと、やっぱこの、ね、お値段本当に安いと思います。あとメンズのものでいうとボクサーパンツも出ていて、ボクサーパンツに関しては580円
さらに靴下系も出てまして、メンズのね深呼吸する靴下っていうのがあるんですけど、それもさらりと履けてすごいいいよっていう風に浜さんから聞いております。こちらももう店舗にて発売中です。はい、というわけで今回は、春夏新作の深呼吸するインナーであるとか、新作のレディースの下着などなどご紹介いたしました。もうかなりね機能性のある下着を着るのはもう当たり前になってますよね。やっぱり夏、もう日本の夏本当最近暑いから、汗かいてベタベタせずに、まあ、そういった毎日を気持ちよくね履いてくれる、こういうインナーすごく大事なアイテムになってくるかと思います。で結構消耗品なので、まあ、豆に買い替えが必要になる商品がやっぱり安く手に入るっていうのは一番嬉しいところで、特にこのカップ付きのねインナーは980円本当に驚くほど安いですので、ぜひですね店舗の方で探してみてください。もうこちらね販売中なので、カップ付きのすごく人気でちょっと品切れになっている店舗もあるということですが、ちょっとまた増産体制かけているということなので、ぜひぜひチェックしてみてください。私のチャンネルでは他にもですねワークマンの、店内レポであるとか春夏新作の商品の紹介いろいろしております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場のレポなどもやっております。そちらもぜひチェックお願いいたします。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録してもらえるととってもとても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。